ナダの地で開催される世界大会に参加というような枠をいただくことができまして、そして正式にカナダ大会の決定並びに日本代表チームのエントリーという形が決まりましたので、ここにこのような場を設けさせていただきました。来月のですね、7月の4日から7日までカナダのケベック州のセントラル・レオナルドという場所で行われます。0から1、1から2になるところっていうのが一番大事だと思いますし、それに携われていることにすごく感謝しています。僕らしっかり背負って世界で戦うからにはですね、てっぺん目指してっていうのが去年からのキーワードなので、それを目指してですね、やっていきたいなと思っております。昨年イタリアで開催された大会ではすごい悔しい思いをしたんで、昨年よりいい準備もできてますし、しっかり結果を出せるように、去年世界一っていう目標を掲げてイタリアの方に行ったんですけど、差というか、そこら辺の部分を痛感して、今年1年しっかり3人でチームの成熟度をしっかり高めてやってきたんで、カナダのワールドカップで結果を残していきたいと思います。稲妻のようなデザインが入っているんですけれども、蒸気ボール途中の壁に当たったりとか、そういったスピード感とか迫力っていうのを、その蒸気ボールが跳ね返ってくるっていう一瞬のボールの奇跡をですね、デザインをしましたので、